小学3年生の時に野球を始めました。小さい頃から体格には恵まれていました。運よく小学4年生でレギュラーになりました。ポジションはピッチャーでした。だけどコントロールがよくありませんでした。加えてスタミナもないピッチャーでした。そもそも練習が嫌いでした。30点差をつけられて負けた試合もあります。野球面白くないなと思っていました。ある時テレビをつけると変わった投げ方をしている投手がいるのを発見しました。投手の名前は野茂英雄と言いました。当時からモノマネは得意でした。見よう見まねで投げ方を真似してみました。開眼しました。驚くほど球が速くなりました。思ったところに球が行き、コントロールの精度が高まりました。奇跡体験、アンビリーバボーでした。野球って楽しいな、そう思えるようになりました。楽しくなるとぐんぐん上達していきました。嫌いだった筋トレも率先してやるようになりました。風呂上がりに柔軟体操をするようになっていました。その頃からでしょうか、親父の目の色が変わってきました。ある時親父から鉄球を渡されました。これで手首を鍛えろと言われました。ある時鬼が振るような重たいバットが部屋に置いてありました。これで素振りをしろと言われました。中学生になりました。野球部に入りました。ポジションはピッチャーでした。すぐに監督に投げ方を修正されました。あっという間にノーコンピッチャーに戻りました。ごまかしの3年間でした。全然面白くない3年間でした。それでも数校野球推薦の声をいただきました。だけど高校では野球はしない、そう親父に断言しました。親父は寂しそうな顔をしていました。数日後部屋の机に本が置かれていました。野球に関する本でした。野茂英雄が表紙の野球本でした。すぐにゴミ箱に捨てました。結局高校で野球はしませんでした。それ以降親父と野球の話をしなくなりました。大人になりました。未だ人生のコントロールが定まらず、講師にわたってノーコンライフです。でもこれが俺の生き方だよバカ野郎、アンビリーバボー。